あ、これが例のカメラ。すごい安定してるよね。すごいね、これね。すごい安定してる。ここハンちゃん。なったので今日から少しやりましょうということで、大会形式でやります。で、一応あの大会形式早速なんです。
はい、じゃあ、競技会の内容説明をさせていただきます。クラスワードからは風が結構ね、風が強いよね。みんな振られてるもん。あ、揺れてますよね。海には行くとさ、すごい声ね、はい、かなりね、引っ張って、あれ伸ばせよ、はい、伸ばせば、あ、じゃあ引いちゃったから止まっちゃってドンと落ちて失速しちゃった感じになっちゃった。
風は光って。俺らも投資信託で振り込んじゃってるからさ。降りるかな？降りねえか。高いな。コントロールしてるんですよ。で、あの浮かしたり傾けたりしてるのね。彼は完璧に戻す。
こうやってないね。ずっと引いてるね。さっき教えたんだけどやっぱできないんです。あの揺れてんのは誰？どっか。みんな同じ色だから分かんないんだよね。これ鍋さんかな？これ田鍋さん。まだ4回目、5回目とは思えないけど、うん、ね、これで6回目だ。1回も転んでないもん。お、そう、うん、俺見てる限りね、テイクオフもランディングも、はい、いけー。あー、なんだ、エンジン吹かしたね。握っちゃったんだね。切らなきゃね、やっぱりね。
間潰して戻ってきて、そこの鬼門通過でタイムね、うん、上がり始めてる、ね、今スタートね、あれがスタート、うん、向こうにも鬼門あるんです。 あそうなんだ、向こうにもある。彼はあそこでグラハンやってると邪魔だね。うん、ダメだね、邪魔。今日はね、行って帰って2分半ぴったりになればいいんですよ。
あーっと、あれ、そう。今走ったでしょ。そうそう。最後まで走んないと。一回浮いてもまだつくから。タンデムもそうですよ。浮いたからって飛び乗ったらパイロットたまんないから、うん、風が弱いからスーッて行っちゃった。今高すぎるからやり直し降りたんだわけね。走ったぞ。よく走った。走るの嫌だとか。そうだから、あのテレビだけないのやればいいのに。そのはずなんですけど、ね。うん、優しい風だから、はい、ただ着陸も、はい、回ってきてもなかなか高度が落ちないんですよ、はい、風がないから、はい、思ったよりスーッと行っちゃうからね。そうです、うん、あれ Thank you.
前に鏡でもつけといて、お、いいな。あー、エンジンが止まっちゃった。もったいないな、今のいい感じだったけど。ねえ。怖い感じだな。時間のスピードだと。エンジンは止まったから、うん、よかった。かぶっちゃうところね。受け手の場面。いい思い出できてよかったね。そうですね、はい、うん、これ東京湾で飛べてよかったです。
ったな。怖いけどすごい。風がないから早いね。でもあんだけ飛んでるよ。カリスマ。あれカリスマか。カリスマ。カバシ。次の世代か。はい、でね、順位の方は、役員の方から発表になります。じゃあ1位からですね、1位からいっちゃおう。じゃあ1位、高橋君ともさん。なぜかな。戦国と地獄だ。地獄だ。赤平君殿、あなたは救援隊主体の安全協議会において当初の成績を収められました、のでこれを称します。日本パラモーター協会、会長ハニアルミです。おめでとうございます。いらなかったら置いてる。はい、ありがとう。思います。やっていきます。いやあ。第2位です。すごさくんです。第2位、萩原翼殿、以下同文です。はい、ありがとうございます。お金払わない。で3位が小林睦夫殿。はい、小林睦夫殿の以下同文、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと重いですけど、すごい橋。それから4位、橋本和明さん。
ありがとうございます。橋本和明殿、以下同文。ありがとうございます。だからあとライセンスのこれは一つ、はい、住所が一応ちょっとね、その辺はまたあのご連絡します。第5位、荒木しげるさん。おー、賞状5位、荒木しげる殿、以下同文です。高橋さん、高橋さん、ありがとうございます。第6位あと最後の人まで一応ペインがあるので、順位を発表して。受け取ってください。で最後にちょっと写真撮影するので、まだ帰らないとね、7位、菅原さんです。はい、おはようございます。遠慮したの？はい、遠慮できました。はい、すみません。質問もないですか？はい、はい、いらなかったら言ってた。8位が半沢さんです。9位がシェイカルさん。おお、もっと上に行くかと思ってる。どうした？え、ちょっと失敗。10位がおばさんです。おかしいな、マッコ。ムービー賞狙ってる。はい、ありがとうございます。11位、大口さん。来た、はい、来た、はい、ありがとうございます。12位、日野さん。まあ、こういうのは次はもっと上行ける、はい、これ以上離れない。13位、田辺さん。マッキー、ムービー賞取られなかった。マッキー、マッキーさん、あれ、マッキーさん、マッキーさん、惜しかった。ムービー賞一つだった。俺シンプル賞狙ってた。ムービー賞狙ってるって言ってた。全部早かった。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。皆さん、今日本当にお疲れ様でした。これはあの救援隊の一事業として、目的に沿ったやり方で、まあ防災関係の、まあ、無線のやり取りをやって、明瞭であるかどうかというのも一つに入っていますので、今後、何かあったら必ず無線だったらしっかりして、それであの、ゴミとかでもあったら、あの、使い時に少しずつ、前のゴミだけは、ちょっと消えないように、好評とはおかしいんですけど、皆さんよく頑張ってくれたと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、最後に、あの、1位から6位までここ並んで、
ここ行ったんだっていうのも分かりますね。どうだろう、ちゃんと、そこ行ったら、じゃあ、こうやって名前を書かれるのでお会いしたことありますよってことで。うまい、うまいよね。ちゃんとこらえて安定してから少したもんね。頑張ります。どんな病院？いや、大学病院です。
とカメラ3台積んでるからヘルメットと、はい、後ろユニットと、はい、あの交代、はい、3台積んでるんだよ。すごい綺麗だよね。揺れないもんね。芝さん、金はあるけど、どういうことかな。金はある。え？なんだって。しかしあれ揺れないよね。なんかかっこいい。まあ今はね、ゴルフ場はもう誰か他の人に渡したんで、もう、やめて、引退してる。はい、なんか金持ちのね、予想じゃなかったです。はいはい、今ね、3年で行く、3年で行く人が出てきちゃってるから、あれを見て、止める条件だったらいいです。全然落ちないもんな、高度もね。うわぁ、降りらんない。ないんだ。伸びちゃって、あれで海行っちゃう。うわぁ、田辺さんも降りないと、はい、思ってるよりずっと行っちゃうからね。皆さん、ダイハツという車のキーが